ベリアルは悪魔、打天使の一人。その名は悪を意味するとされている。トーラー中にベリアルという単語は複数の箇所において邪悪なものもしくは無価値なものを指す用途で現れる。以下のようなものを指して用いられている。司会文書の一つである光の子たちと闇の子たちの戦いにおいて。だが破壊のために神は敵意の天使ベリアルを作りたもうた。 彼の支配地は闇の中にあり、彼の目的は邪悪と罪を振りまくことである。彼に関わる精霊たちは薬の一種であるスウィードの天使たちに他ならない。新約聖書においてベリアルの名はコリントンの信徒への手紙にに登場する。キリストとベリアルの間に何の調和があるか。コリントンの信徒への手紙に録章15節上記の記述をもとにベリアルを サタンの別名の一つとする考えもある。新約聖書聖典では、コリントンの信徒への手紙にのみ研究されている、ベリアルだが、外典では、バルトロマイの福音書において、大きく取り扱われている。同書によると、ベリアルは、バルトロマイに向かって、かつては、神の使者という意味であるサタナイルと呼ばれていたが、神の地蔵を拒否した後は地獄を管理する天使を、 意味するサタナスと呼ばれるようになったこと、自らが神によって作られた第一の天使であり、ミカエル、ガブリエル、ウリエル、ラファエル、ナタナエルらが、ベリアルに続いて作られたことを語ったという。ヤコブスでテラモチョ、ベリアルの書の挿絵におけるベリアルと配下の姿。画面左より、ソロモンを、モーゼ、ベリアルが描かれている。法律に精通していたベリアルは、 自身の巧みな弁説を武器にイエスを訴えたという。神と悪魔の裁判というテーマは神及びキリストの権威の正当性という神学的問題を訴訟の形をとって解決し、もってキリスト教会の権威と正当性を確立しようとしたもので中世において広く行われた。そのテーマに沿って記された文書のうち最も著名な ものが、ヤコブス・デテラモによって1382年に、記された、この不愉快なる、ベリアルの書、通称、ベリアルの書である。ベリアルの書による、訴訟の顛末、編集ベリアルは、地獄の利益の公認代表者として、神に、イエスという個人が、地獄の権利に干渉し、地獄、地上及びそこに住む者の支配権を強奪したと、訴えた。イエスはモーゼを弁護人とし、 訴訟は裁判官であるソロモン王が採決することとなった。ベリアルは裁判を有利に運ぶため、ソロモン王の起源を取り結ぼうとするが、判決はイエスに有利となり、ベリアルは控訴した。控訴審において、もう一人の裁判官であるエジプト王の代理ヨセフが、オクタビアヌステー、アリストテレス、エレミア、イザヤからなる委員会と共に問題を討議した。その結果、 最終的にイエスは無罪となるが、サタンには最後の審判の後、地獄に落とされる、不全なものすべてに権威を振るって良いことが確認された。ゴエティアに記されたベリアルのシジル聖書にも登場している巧妙な悪魔で、あるベリアルは悪魔学においても重要視され、多くのグリモワールにおいて名を挙げられている。ゴエティアによると、序列十八番の兄弟にして、 強力な王であり、八十軍団を率いている。ルシファーに次いで創造された天使であり、天上にあってはミカエルよりも、尊き以外にあったと、自ら語るという。また、ベレト、アスモダイ、ガープと並んで七十二人の悪魔たちを率いていたと、される。燃え上がる戦車に乗り、美しい天使の姿で現れる。地位や敵味方からの助力をもたらし、また、 優れた使い魔を与えてくれるとされる。しかし、ベリアルは召喚者が生贄を捧げないと要求に、対して真実を答えようとしないという。ハインリヒコルネリウス・アグリッパの隠避哲学によれば、悪魔の異界において不正の器と呼ばれる第三位界の君主であるとされる。術師アブラメリンの聖なる魔術の書では、ルシファー、デビアタン、サタンと並んで四人の上位君主として、 名を挙げられている。コランド・プランシーが地獄の時点で地獄の宮廷を紹介するところによれば、ベリアルはトルコ大使であるという。ベリアルの名は文学作品においても取り上げられることがある。イギリスの詩人ジョン・ミルトンの失楽園においては、天から落ちた天使のうち彼ほどみだらで、また、悪徳のために悪徳を愛する不埒チな者も,のも他にはいなかったと謳われる。また、 天から失われたもので、彼以上に短麗な天使はいなかった。生まれつき威厳に満ち、高配とその美しさを称えられているが、同時に、それはすべて偽りの虚飾に過ぎなかったと否定されている。また、ビクトル融合の海に働く人々においては、プランシーの地獄の時点と同様にベリアルは地獄からトルコに派遣された大使として名前が挙げられている。ありがとうございます。